タクサリ城は岩手県宮古市にあった日本の城。東城は平軍、タクサリ村の平川南岸、タクサリ山海の先端にあり、主格二の角、物見櫓、大手口、空堀などが残る。平一族のタクサリ氏を名乗るようになったされる南北朝期の平和年間と言われ、中根城から移ってきて巨城となった。室町、戦国期の平一族、家臣は、 平川沿岸地域に分散して、平原寺と称され、室町末期にその一族が本州と称するのは、たくさり城に在城しているが、その本末は判明しない。平氏の交流と称する者には、たくさり、狩屋、井内、茂市、長沢、花輪、高浜、箱石、根市、中村、赤前、重江、大沢、引木、田代、山崎、荒川、根内、 小山田、えかりない、い箱石、大川等の諸子があり、それぞれ、平軍内の地名を名字とするものが多く、一族的な結束を保ちたくさり等、たくさり十三家などと称されていたが、南部市の圧力が次第に強まり、その参加に属するに至った。天正十九年、九戸正美の乱の時に、桜葉安房の説得にもかかわらず、対岸の戦特使などと共に、 いずれの見方もせずに、政官の態度を取り続けたが、朝鮮の役で千徳氏などと九州名古屋へ出陣のルスの間に、南部氏によって、タクサリ城は千徳城と共に取り壊され、天正二十年の諸城派客令諸城には、タクサリ山城派、佐々木十郎財門持ち分、党の友、ルス、兵庫とのみ記されている。ありがとうございます。